どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのダインライカーメンバー解説ということで動画ねやっていきたいと思います。皆さんね、こちらのキャンペーン知っておりますかね。ダインライカーメンバーということで、独創的なアレンジや未体験の味などを目新しく冒険心をかきたてるメニューをお楽しみください。ライカーメンバーということで、こちらはですね、ヒルトンホテルのレストランなどがですね 25% オフでね利用することができるキャンペーンという風になっておりまして、ヒルトンホテルね利用する際にレストランなどねよく利用される方はですね、かなりねお得に利用することができるっていった形になっておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ですね、キャンペーンの詳細ね行きたいと思うんですけども、期間はですね2021年の12月31日までっていう風になっておりまして、特典はですね、アジア太平洋地域のホテルやリゾート内にあるですねヒルトンホテルが運営する対象のレストランやバーでね飲食された方最大 25% 割引っていった形になります。で、割引はですねステータスに応じてですね変動するっていった形になっておりまして、一般会員の方、シルバー会員の方は 10% 割引ということで、ゴールド、ダイヤモンドの方はですね 25% 割引でね利用することができるっていった形になります。で、割引対象人数はですね9名までっていう風になりますんで、まあここまでね大人数で利用される方はそんなに多くないかなと思うんですけども、9人までがですねこのキャンペーンの割引対象っていった形になります。でですね、割引を受けるにはですね、そのレストランでの食事に終始同席する必要があるということで、まあねほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、誰かがね利用していて会計の時だけね来て割引を受けるみたいなね、まあそういった感じでは利用することができないようになっております。でですね、対象外のホテルも記載がねありまして、まあこちらはねほとんど影響ないと思うんですけども、モルディブおよびフランス領ポリネシアの全アウトレット、中国のハンプトンバイヒルトン内のアウトレットは対象外っていった形になります。でですね、日本のヒルトンホテルに関してはですね、基本的にね公式サイトに全部載っておりますので、どのホテルでもですね利用することができると思うんですけども、レストランね利用する際はですね、このキャンペーンの割引ね利用される方はですね、ホテル予約するときにですねこちらのキャンペーンね利用できるかどうかっていうのはね確実にチェックしてからですね利用していただければなと思います。またですね、ヒルトンホテルの国内17のホテルはですね公式サイトに記載があるわけなんですけども、9月にね開業する京都のね LXR のねヒルトンホテルに関してはまだね記載がないっていった形になりますんで、まあちょっとねこちらは今後追加になるかもしれないんですけども、2021年の6月17日現在ではですね追加されてないっていった形になります。でですね、公式サイトからホテルのレストランねチェックできるようになっているっていった形になりますんで、公式サイトね概要欄に載せておきますので、利用されたい方はですねぜひね公式サイトチェックしてみていただければなと思います。でですね、ダインライカーメンバーのキャンペーンのね注意事項なんですけども、ちょっとねこういう記載がねありまして、ご滞在でない会員様及び対象とならない滞在をされた会員様はネット価格25ドル以上で特別に500オナーズポイントが獲得できます。対象となる滞在をされたお客様は部屋付けにされたお食事に金額に応じてヒルトンボーナスポイントが獲得できますということで、これねちょっとよくわからないなっていうふうに思いまして、こちらねデスクの方に回答を聞いたんですよね。で、まずですね、こちらは滞在しても滞在しなくてもヒルトンオーナーズのステータスをね保有されている方であれば、この割引っていうのをね受けることができます。ですので、レストランだけね利用していただいてもですね、この割引自体はですね受けることができます。でですね、もしヒルトンホテルを予約する際に外部サイト、まあ楽天トラベルとかね、そういった経由サイトで予約した場合はですね、割引は受けられるわけなんですけども、この外部サイトをね経由して予約するとですね、ヒルトンオーナーズポイントっていうのはボーナスポイントがもらえないですよね、外部サイトを経由してるんで。ということで、25ドル以上ね利用する場合は500ポイントがね特別にもらえるっていった形になるんですよね。これねかなり分かりづらいなっていうふうに思っておりまして、またですね、このねヒルトンホテルのレストランっていうのはホットペッパーグルメであったり
そういった飲食店の予約サイトってありますよね。まあ、こういうところにも記載があるんですよね。で、こういう外部のレストラン予約サイトを経由した場合はですね、この割引自体は受けることができないっていった形になりまして、ボーナスポイントをね、25ドル以上利用したとしても、500ポイントもですね、もらうことができないっていった形になるんですよね。かなりわかりづらいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、こんな感じのね、キャンペーンっていうふうになっておりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次にですね、今回のこのキャンペーンを見た時にですね、レストラン特典、レストランの割引が受けられるということで、ヒルトンプレミアムクラブジャパンってありますよね。通常の年会費が2万5千円かかるね、ヒルトンプレミアムクラスジャパンなんですけども、こちらにもですね、レストラン割引ということで 20% のね、割引特典っていうのがあるんですよね。で、こちらはね、有料のプログラムということで2万5千円かかるね、プログラムなんで、このキャンペーン見た時に、あ、併用できるんじゃないかっていうふうにね、思いましてですね、こちらもちょっとね、デスクの方に聞いてみたんですけども、こちらね、残念ながらね、併用できないというね、回答だったんですよね。まあ、このヒルトンプレミアムクラスジャパンはですね、有料会員っていう風になりますんで、まあ、まるまるね、併用できないとしてもですね、ちょっとね、割引率上げてくれるみたいなね、まあそういうのがね、あってもいいのかなっていうふうに思うんですけども、まあ残念ながらですね、こちらね、併用することができないっていった形になるんですよね。ですので、もしね、今後、ヒルトンプレミアムクラスジャパンね、加入されている方は、どちらの割引率がね、高いのかっていうのはですね、ぜひね、レストランでね、チェックしていただいてですね、利用ね、していただければなと思います。基本的にはですね、この今回紹介しているダイナイカメンバーの割引率はゴールドダイヤモンドであれば 25% オフっていう風になりますんで、おそらくねこっちの方が割引率がね高くなるのではないのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ヒルトンホテルのダインライカーメンバーキャンペーンのね、解説やらせていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルのですね、レストランやバーなどね、利用される方であればですね、かなりね、お得になるっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあね、最近ヒルトンのね、いいニュースっていうのはなかなかね聞いておりませんので、今回ねこのキャンペーンね12月31日までね利用することができるっていう形になりますんで、まあねアジア太平洋地域のねホテルには限られるわけなんですけども、まあね海外まだ行くことねなかなかできないかなっていうふうに思いますので、利用してみていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。